もう始まってますね。もう撮ってます。撮ってますね。はい。はい、あ、どうもよろしくお願いします。毎回そうなんですけどね。で、一応最後に、今回ね発表するのは4代目なんですけど、5代目に関する重要なお知らせをしますので、皆さん最後までしっかりご覧くださいね。はい、ということで、まあ、その激戦を、その中で、まあ、ただ一人ですけども、選ばせていただいた方に今日は、お話を伺いたいと思います。4代目の、モデルさんで、お名前は杉本恵美さんと言います。はい、はい、この度はおめでとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあまず、まあ、杉本恵美さんですけど、自己紹介から。はい、杉本恵美です。よろしくお願いします。普段はヨガのコースと子供の運動指導と、あと山口県の観光フレンズなどを行っています。ね、なんと皆さん3人ですね。ちょっとあの質問なんですけれども、今回そのモデルに応募したきっかけとかって、あれですね、もともと東京出身なんですけど、はい、あの東京でもモデルの活動をしていて、で山口県に越してきてからやっぱりモデルの事務所とか探したんですけど、なかなかなくてです、でたまたまのリザさんと知り合うことができて、そう、素敵な方がいるというのを聞いてたのででそのタイミングがまた4代目の募集があるよというのを伺って、絶対応募しますという形で。そうかそうか、であの出会いの時に私たちが、私と大子さんがちょっと宣伝したんです。あ、そうです、そうです、そうですね、その時に伺ったおかげで応募しました。今思い出しましたあれがきっかけで来ていただいたんですね。であの合格通知がメールで届いたかと思うんですけど、どうでした？いや、もう来たーって、もうすっごい嬉しかったですずっとあのオーディションが終わった後に、もうストーカーのように毎回携帯でずっと毎回来てない来てないっていう1週間ぐらいありました。いや、ずっと見てました、もう朝も昼もすごい嬉しかったです。お風呂上がってあーってなりました。よかった。そうです、それ前ですね。あの周りの反応とかありました？ご主人とか、あのよかったですね喜んでました、自分のことのように。本当ですか、よかった。ご主人もじゃあ応援してくれるということでね、一緒に仕事を入りに行きますね。はい、よかったです、はい、お願いします。何かこう自分らしく伝えていきたいなみたいな。そうですね、ちょっと思いか何か。そうですね、やっぱり私あの子供3人いるので、子育てしてるとやっぱり自分が主役じゃなくなってしまうような、そんな感覚のうちってたので、やっぱり子供がいてもあの仕事もできるし、こういったモデルの活動とかも自分がやりたいことは何でも叶うんだっていうのを中で語れるようなそんな人になりたいですね。さすが背中で語りたい。もう顔面でこう画面なんて知るじゃなくて、ただエミさんは運動神経抜群なんですよね。そんなあのエミさんの活動力をね、紙面でお伝えできるようにまたみんなで、スタッフみんなで頑張っていきたいと思いますので、新しいマザーリーフもお楽しみに見てください。じゃあ
フリーペーパーマダリーゴは5月の1週間ぐらいに発行予定ね。次はね、今から撮影に入りますけれども、よろしくお願いします。はい、入ってるよ、入ってるよ。じゃあ皆さんに、はい、最後にですね、重大な発表があるんです。しかし綺麗でしたね。見た。私入ってるから。その通りだね。まあ、エミさん綺麗だよ。やっぱりね、東京でモデル経験があるっていうのはちょっと違いますね。ちょっと違いますね。はいはい、なんかこう、安心して、現場にも一緒に行けるし、安心してお客様にも、喜んでいただけるような使命が作れるんじゃないかなと、楽しみです、ね、で、重大発表、はい、そうですね、すみませんね、どんどん飛ばして重大発表はですね、はい、次回、本当は秋に5代目のオーディションをする予定だったんですけれども、前回3代目が去年の夏ですね、今回4代目が、1月に、オーディションさせていただいた中に、惜しくも、なれなくて、でも彼女は多分マザーリーグのイメージにぴったりなんだよっていう方ね、何人かいらっしゃったんですよ。いましたね。本当にいらっしゃって、まあ、前回来れなくて今回来てくださるかなとか、ね、ちょっとそういう望みもあったんですけれども、ちょっとそういうこともなくて、そうですね、でその惜しくもっていう方がね、本当に何人もいて、スタッフ全員覚えてますので、その中5代目の方をスタッフの方で応募させていただいて、はい、秋にもう一度ね、ご連絡してお受けが戻ったなと思ってます。すごい、はい、楽しみです ね、だってオーディション自体は、来年の1月にね、6代目として、5代目は今までの方から、来年の春夏号はオーディションもう一度ね、はい、はい、はい、ちょっと重要な出たで、その発表はまた秋前に、そうですね、するんですかね、決まったらまたね、YouTube でお伝えしたいと思います。3代目打っていただいた方は、3代目、4代目でね、楽しみにしてください、はい、ということで、今日は杉本恵美さんをね、はい、ご紹介しました、はい、ではまた締めの方でお会いしましょう、はい